野村古道長池田大輔鳥物長江戸娘番付その頃、江戸中の評判になった一粒寄りの若い娘が続けざまに四人まで姿を消した騒ぎがありました。門分かしか神隠しか、それとも駆け落ちかわかりませんが、とにかく、 江戸娘番付に乗った三役どこの美しいのばかり、次から次へと消えて亡くなったのですから、容いのことではありません。江戸娘番付というのは、鳥越の有坂屋という、地本問屋が開発した絵入りの番付で、江戸中の美しい娘、芸妓や遊女や着身女といった商売人を除いた評判娘ばかり、三十六輪を選び出し、 それを相撲の番付風に東西に分けて配列した墨一色のすり物で、随分い,いかわしいものですが、乱熟仕掛けた強風年間の江戸の人気に投じたものか、一時は大変な評判になり、三十六人の娘の親たちの迷惑も構わず、その棚先は、後人も足を止め、分けても幕内十八人の娘の家の前には、 ひとしきり人立ちのする騒ぎなどもありました。番付、見立て、評判機の一枚ずりは徳川時代の市政の遊戯で随分早くから行われましたが、教法、明和の頃から次第に盛んになり、完成から文化、文政、天保頃へかけてほとんど反乱状態になり、幕府もその取り締まりには手を焼いたほどでした。 その中には、洋風し、人を戒めた者も,もないではありませんが、大部分は、暇人どもの悪じゃれで、この、江戸娘番付のように、諸人の迷惑になった者も,も少なくはなかったのです。おやぼん大変な騒ぎだぜ。なんだ、千太タかイをくぐって入るやつがあるか池田大介は、初見の顔を上げて、この野蛮な助手、 雨屋の少年センタロウを迎えました。勘弁しねえ。青手玄関へ回る暇がなかったんだい。もっとも、式台には、オイラの友達の野良犬が控えているがね。違うのは、こんな人の悪い冗談も言うセンタロウです。バカだな。枯れた違きで、砲を引っかいたりして。それどころじゃねえよ。両国から浅草へかけて、街中、はち切れそうな騒ぎなんだ。昨夜一晩のうちに、 また良い娘が二人消えて亡くなったよ。これで六人さ。何今度は娘番付の両席分けだ。米沢町のせんべい屋のお先と、河原町の金物屋の大きくそれは本当か本当かは心細いぜ。親分が死の玉かなんかやっているうちに、江戸中の娘がそうじまいだ。千太郎はまくし立てるのです。 評判娘の本質は、これで六人。ことの重大さに驚いた池田大輔は、大岡越前の神の御前に申し上げると、越前の神は、それは、良いならぬことだ。江戸の人心の動揺が恐ろしい。早速、石子伴作と力を合わせ、一日一時も早く、原因を突き止め、人心の安泰を図るように。との言葉です。幸いその中へ、 八丁堀から報告に駆けつけた石子万作も加わり、三人首を集めて知恵を絞りましたが、天下の知恵者が三人集まったところで、手がかりのないことは調べようがなく、とにもかくにも池田大輔と石子万作の二人は、即刻、米沢町と河原町へ出張することになりました。米沢町のせんべい屋の娘、おさきというのは十七。 母親のおもとと二人、奉公人を使って、せんべいを焼いておりましたが、ささやかな店ながら、娘おさきが、めっぽうかわいらしいので評判になり、江戸、娘番付に乗ってからは、臨時に人を雇って、平常の三倍も、せんべいを焼かせても、間に合わないほどの、すさまじい繁盛ぶりです。それも、今となっては、恨めしをございます。こんなことなら、 商売はどうでも、たった一人の娘が、無事でそばにいてくれた方が、どんなに幸せか、わかりません。母親のもとは、さめざめと泣くのです。昨夜、娘がいなくなった時の様子を聞くと、昨日は、早じまいにしました。この間から繁盛で、品の仕入れが間に合わなかったのでございます。後から後からと来るお客を断って、 ほっとしていると、おしまいをしていた娘が、おかって口からふらりと外へ出たようでしたが、どこへ行ったか、それ切り戻りません。それから大騒ぎになって、ご近所の方も一緒に探してくださいましたが、その時分はもう真っ暗で、誰も娘を見かけたものもなく、どこへ行ったかわかりません。母親はまたしゃくり上げるのです。 娘に親しくしている男でもなかったのか。石小番作は、まずそんなところへ気を回しました。とんでもない旦那様。自慢じゃございませんが、評判の固一個で。母親は無気になります。二。ところで、河原町の金物屋丸屋長兵衛の娘お客の方は、 今朝に乗ってみると、娘の姿は見えません。どこを探したところで無駄でございますがね。それでも、八方へ人をやって、心当たりは残らず聞かせました。この上は神仏におすがりする他はないと、家内は観音様へ参りましたが、父親の長兵は取り付く島もないような、世にも絶望的な顔をするのです。夜中に娘の出るの、誰も気がつかなかったのか。 石工判作は尋ねました。ええ、なんでも、一度雨戸が開いたようだと、家内は申しております。奉公人もいることですから、夜遊びの帰りか、上手に起きたのかと、その時は、大して気にもしなかったそうで。今朝見ると、娘のネバの前の雨戸が一枚開いておりました。外からこじ開けた様子はございません。その雨戸も一応見せてもらいましたが、 厳重な締まりを内から開けたもので、敷居にも、雨戸にも、三夜若木にも、何の変わりもなかったのです。近頃、娘の様子に変わりはなかったのか少しも気がつきません。商売物のような固い娘で、ええ、町内で噂をお聞き下すってもわかりますが、この子に望んでも、親父の長兵は、洒落と自慢を言うのです。 人の代理に変わったことは何もございません。十日ばかり前、お友達と一緒に両国の広工事で手相を見てもらったら、なんか気になることを言われたそうで、しばらくくよくよしておりましたが、若い者ですから、それもすぐ忘れてしまった様子で、その友達というのは、黒船町の荒物屋勘次郎さんのところのおつるさんは、 私どもの娘とモニの仲良しでございます。石子伴作はそれを聞くと、ちょうど駆けつけたおかっぴきの玄太に目くせしました。え心得て飛び出そうとする玄太を池田大輔は呼び止めて。玄太、娘を前屋へ呼び出しちゃかわいそうだ。そっとここへ呼んでくるがいい。友達の家へ見舞いに来る分には、人立ちもしないだろうと言った大輔の思いやりです。 が、まもなく、玄太と一緒に来たおつるを見て、若い池田大介も、中年者の,の石子番作も驚きました。この娘こそは、例の江戸娘番付の西の大関に据えられた美人で、とって十八の輝くばかりの美しさ、少し痩せ立ちのおもながですが、弱々しいうちにも包み切れぬ青春が溢れて、吐く息も踏みしめる大地も、 香ばしくなりそうな娘だったのです。思えば、黒船町の荒物や、勘次郎の娘、おつるというのだな。はい。伏せた眉がかすんで、美しい鼻筋、唇のあどけなさ、至って粗末な一重や、赤い麻の葉を絞った帯までが、芸匠ウイとやらに似そうです。両国の二層尾に、 お菊が何とか言われたの、お前は聞いていたそうではないか。何という人相見だあの、天賀通の東西とかいう。家の長い、総発の発見屋だな。玄太が銃を入れました。ええ。何と言った、あの東西が。と、石小番作。大事なことだ。お菊が行方不明になったことは聞いたであろう。 隠してはならんぞ。あの誰にも言うなと念を押されましたがそんなことにこだわる場合ではないお前がつまらぬことを隠したばかりにおきくの命にも関わることがあったら何とする石子万作はさすがに物を慣れて攻め上手でしたこうまで問い詰められるとち切らしいおつるも口を開かないわけにはいきませんあの 当歳とかいう人が、お菊さんの手相を見て、近いうちに大きな災難がある。免れようのない災難だが、命に別条はない。ずいぶん気をつけるがいい。と。そんなことを言ったのかん。ふてやろた。玄太はそばで腹を立てております。両国の広工事で、の天に三脚を出している発家屋が、若い娘の手などを握りながら、脅し文句を言って、 震え上がるのを楽しんでいると思った様子です。そして、私にも、お前の日数も面白くない。よく見てあげるから手を出せと言いましたが、怖くなって私は逃げてしまいました。それはよかった。ところで玄太、両国へ一っぱしに東西を呼んでくるがよい。石子版作に言われるまでもなく、玄太はもうこの時に駆け出していたのです。 ダメだよ、玄太親分。雨屋の千太郎はその後ろから声をかけました。何か用事か髭の東西はもう両国にはいねえよ。なんだと親分が黒船町へ行っている間にこんなことになるだろうと思って、おいらは両国へ行ってみたんだ。すると、いつもの髭のッ見屋の場所には、野ラ犬が寝ていんのさ。隣のところ天屋の親父に聞くと、東西は三日前から姿を見せないとよ。 東西の家はどこだ聞いてきたかと、玄太。石原の百軒仲屋さ。すぐ行ってしょっぴいてこようと思ったが、抜け駆けをすると、玄太親分に恨まれるから、素直に帰ってきたよ。そんなことを言って、空嘘吹く千太郎です。なんてこんな口を聞きやるんだ、バカ野郎。プリプリ言いながらも、玄太は、本社の方へ駆けゆく他はなかったのです。ところで、 お前はもう帰ってもよい。念のために言っておくが、夜分はうっかり外へ出ないことだよ。いいか石子磐作はまだそこにしょんぼり立っているおつるにいました。黙ってお辞儀をして帰るおつる。その老ウた,た姿を中年者の,の石子磐作もしばらくは眺めております。黒船町の荒物屋の娘というのは何かの間違いで、 実は何がしという大名の娯楽院と言われても、この娘を一度見た者は、さして驚かなかったでしょう。この時、池田大輔は、丸屋の奉公人たちや、近所の衆から、いろいろの噂をかき集めておりましたが、それが一段落になったらしく、元の丸屋の棚先へ帰ってきました。池田な何か手がかりを石子版作はこれを迎えました。 残念ながら何もござらぬ。ところで、おつるは今仕た返しましたよ。まだ日は高いが、夕方になったら両親が心配するだろうと思ってな。人でもつけて。いや、おつる一人で。この通り賑やかなところだから。石小番作は何のわだかまりもない調子です。だが、あれは娘番付の西の大崎。油断はなりませんな。え 池田大輔にそう言われると、石子番作も、なんかすまない心持ちになります。黒船町まで一っ走り、追っかけてみましょうか。いかにも、考えているよりは、見極めることだ。池田大輔と石子番作は、そこからすぐ、黒船町に向かったことは、言うまでもありません。天皇橋を越えて、奥良前から元畑古町へ。この辺りは、昭和の京より、 江戸時代の方が繁盛したところ、夕暮れ近い人の往復は形容詞通りに櫛の葉を引くようですが、つい、と足先に行ったはずのお鶴の姿はどこにも見えなかったのです。不安な心持ちにかきたてられながら、二人はいつの間にやら黒船町まで来ておりました。丸屋で聞いた左側の角見せ、ささやかながら綺麗な荒物屋は、 お鶴の家に紛れもありません。と頼む。え、いらっしゃいまし。何を差し上げましょう店にいるのは顔の長い江戸っ子によくある方の小粋な親父でした。悪者や勘治郎というのはその他。ええ、私は炭次郎でございますが。親父は鼻の下を長く、 二人の武家を見上げました。娘の鶴は戻ったであろうな。娘はさっき、玄太親分と一緒に、河原町のマレアさんへ行きましたがそれはわかっているが、つい今しがた帰ったはずだがええ、まだでございます。はて、なんか、ご用でございますか石子版作の着流した薪き羽織、長いの落とし加減に刺した風俗は、誰が見ても、 八丁堀の旦那衆なので、荒物屋の亭主も少しばかり不安になった様子です。幼児というほどではないが、石子版作はなんとなく自分の方からさっと血の気の焦るのを感じました。センター、川路町まで行ってみろ。池田大輔が雨屋の少年を帰り見ると、へい、センターは玄関に宙を飛びます。それから半時余り、 日が暮れそうになってもおつるは帰らず、センタは黒船町と河原町の間を二度ほど往復しました。けどうち、しかし、困ったことになったな。名誉力と若い四人は、ただ顔見合わせるばかりです。親分、変な野郎が、これをオイラにつっませていったぜ。三度目の河原町へ行ったセンタロウは、 何やら紙切れを持って帰ってきました。どれどれ池田大輔もさすがに慌て気味に受け取ると、小さくたたんだ手紙が一枚。忙しく広げてみると。ちび筆らしい後で、かなり達筆に。うん、驚くうまいぞ、ご両人。お鶴は確かに手中に収めた。あと残るのは、東の大関、大阪への娘、おなみたった一人。 遅くも明晩中にはもらい受けろ。行く先は、裁縫十万億度。あなかしこ、人に語るな。と、書いてあるではありませんか。石子番作と池田大介、顔見合わせて、しばらくは言葉もありません。おつるが、どうかしましたか、旦那様。その様子も、ただならぬに怯えて、亭主の勘次郎は、おろおろ差しのぞきます。これを、 池田氏、容易ならぬことに愛だったぞ。石子版作も差し当たっては工夫もありません。相手を見くりすぎました。まさか日の高いうちはこれほどの技をしようとは思わなかった。とにもかくにも、早速の手配をいたしましょう。ちょうどそこへ顔を出した土地の御用聞きの木八というのが石子版作に万全の手配を命ぜられ、 ありったけの下っ引きを借り集めて飛んで行きました。ところで、この手紙は誰が書いたものかな石小判作は思い直したように、あやしの手紙をよ費に透かしました。ちょっと拝見。墨はなかなかの上手みだ。が、指でこすると薄黒く汚れたところを見ると、すり溜めた宿木でござろう。墨つぼかなそれとも、やたてかな 紙は手習い子の使う藩士で、どこでも売っているが、小口が着物の裏の藍に汚れて、懐ずれのしているところ。春から笠高の懐紙をずっと持ち続けている、じじむさい人間のものでもあろうか。文字は恐ろしく達筆だが、殻用の硬い筆法だ。下品で皮肉で、嫌に行き届いた文句は武家でなく、町人でなく、職人でなく。これだけの文句はかけて、 やたてか墨つぼを使う人間。大束の藩士を愛臭い懐へ入れていく日も持ち歩く人間。そいつは天眼通の東西野郎だよ。両国の広工事に三脚台を据えて、猛者を呼び込む手立てに、分厚に重ねた懐紙を台の上へ出して、のめつになんかのたくらせているぜ。センターはカッパするのです。それだ。怪しいのはやはり東西とかいう駅舎だ。大介は、 顔を上げました。そういえば、玄太は遅い。石小番作は夕明かりの街を右から左へ見渡しました。その時、あお驚いた。大川氏の方から飛んできたのは玄太の姿です。どうした玄太さあ、空っぽでさ匂いを嗅ぎつけて、やろう、半日前にずらかりやがった。玄太はいかにもいまいましそうです。 四。事情は恐ろしく緊迫しました。おすきば橋に引き上げる隙もなく、石子万作と池田大助は、そのまま黒船町の荒物屋の二階を本陣に、今夜にも最後の門分かしの手を述べそうな、見えざる快適と相対することになったのです。軍と石原の東西の家というは、どんな様子であった万作はまず、 膝を進めました。きれいに出し抜かれましたよ。家の中は空っぽで何にもありゃしません。入り口の障子を開けると、正面の壁にこれが貼ってありました。いまいましやるで。玄太が懐から出したのを見ると、宣告の手紙と同じ紙、同じ墨で。筆人に書いた文字は、なんと、バカ野郎とあるではありませんか。うん、 東西の暮らし向きや出入りの人間はそれも聞きました。近頃大層、懐具合が良かったそうですが、三月前は家賃も米代も払えないほどの貧乏だったそうで。門ばかしの車区は他にあるのだろう。東西は手先だ。池田大輔は言うのでした。時々人が来たそうですが、みんな夜の客で、近所でも顔を見たものはありません。何でも、 酔っ払ったような声と、ひどい田舎なまりとは、近所へも聞こえたと言いますよ。どこの言葉でもわからないのか。片言のような田舎言葉だったそうで。若い女を連れ込んだ様子はないかそれも念入りに聞きましたが、一人者の発見屋が、若い女を連れ込めばすぐわかるはずですが、一向気がつかなかったようで。玄太の報告はこれだけ。その他には、 何度得るところもありません。ところで、池田氏。差し迫っておつる、お大おくお先も助けなければならず、狙われている雷門の大英の娘、おなみも見張らなければなるまい。なんか、良い思案はあるまいか。こうなると、石子番作も、その自尊心をかなぐり捨てて、池田大介のたくましい知恵だけが頼みです。あの髭を目当たり、 東西を探し出しちゃどんなもので広い江戸でもあんな髭は滅多にありゃしません。玄太はくじばしを入れました。今晩のうちに髭は反り落とすだろう。池田大輔の無造作。でも、あの親父は小花のそばに大きなほくろがありましたよ。玄太はなおも続けます。左か右か。ほっと、確か右の方で豆粒ほどの大きいやつですから。 隠しようはありません。それは良いことを聞いた。早速、手配をするように。石工板作は玄太を外へ出してやりました。その間に池田大輔は何やら仙太郎に囁くと、これも鉄砲玉のように薄暗くなった外へ飛び出します。ところで池田氏、宣告の話の続きだが、癖者の見当だけでもつけたいものだが、最初から考えてみましょう。 誘拐された娘は、有坂屋で売り出した、江戸娘番付の幕の内だけ。名前はことごとくお分かりでござろうか。池田大輔は静かに自分の考えをまとめたい様子です。ここに書き留めたのがある。最初に姿を隠したのは、鳥越の田ボ屋のお松。次は花川殿の端屋のお初。それから門前町の筆屋の娘お雛、おひな。 向こう柳原の御家の娘、お藤。その次が、戦国行った米沢町の仙兵屋のお咲と、河原町の金物屋のお菊。それから、この荒物屋の娘、おつる。みんな、江戸娘番付の幕内ばかりだが、不思議なことに、両国から浅草の界隈に限られて、同じ娘番付の幕内でも、牛込屋来の雪、本郷一丁目のお咲、 芝神明の女を番長のおいしなどいう。名題の美しい娘には手もつけない。これは、どういうわけでござろうな、石工事。池田大介の目は、さすがに急所に注ぎます。七人、八人の娘は、角沸かしたところで、丘の上では、容易に隠しも運びもならぬ。これはやはり、川沿いに仕事をして、船を使って運ぶのではあるまいか。早速、 船番所とも打ち合わせて川筋に目を配り万一の用意に早船を幾箇所にも用意した上明日と言わず大川筋から品川へかけて船という船をみんな調べなければなりますまいそれも石工板作はもっともらしく答えましたが別に良い判断があるわけではありませんそれにつけても飲み込みかねんのはくせ者の,の目論見みでござる 両国から浅草へかけて、八人の美しい娘を肩分かして、一体何をしようというのでござろう。せ者の目論みが分かれば、自然捕まえどころもあるわけだが、ゆすりのための人質なら、娘の要望よりは、親の心象の良いのを選ぶはずでござるが。忌み良い女を肩分かして、どこかへ売りこかすものなら、素人の娘に限るはずはない。つい。 そこの屋根木橋には、江戸中に響いた美しい稽古もあり、東西両国の水茶屋には、一万円になった着組女もある。それとも、池田大輔は何か言おうとして差し控えました。まだよくまとまらない考えを喋って、石子番作まで惑わすのは、良くないことだと思った様子です。ところで、娘番付の東の大関、 カミライモンのお茶屋、大英の娘、おなみが狙われているが、なんとかしなければなるまいな、池田おじ。たりが暗くなるとともに、石子版作は、それが気になってならない様子でした。この様子では、防ぎようもあるまいが、ともかくも、一応は見るといたそうか。その前に、江戸娘番付をすり出した、鳥越の有坂屋という、自本ん屋を調べては、 いかがでござろうなるほど。それも一つの思いつきでござろう。だが、こう暗くなると、大英の方が心もとない。だ、二手に分かれることにいたしましょう。拙者は、有坂屋をぞいた上、おっつけ、大英へ参るといたしましょう。池田大助と石子万作は、ここで二手に分かれたのです。五。 鳥越の地本問屋有坂屋というのは一枚釣りや漆絵紅絵などの版元で大した大きい家ではありませんが裏には釣り師や堀師の仕事場があり二三人の絵描きもゴロゴロしているといったこの道ではまず相当に売り込んだ店でした許せいらっしゃいどなた様で池田大輔を迎えたのは酒焼きのよく光る年配の番頭でした 南の奉行からも言ったが、娘番付の版元はこの家であったな。へ、ええ、ええ。番頭は急に泉を直しました。あれを作った者の,の名が知りたい、番付をこさえたのは誰だへ、ええ。正直に申さると、主人の落ち度になるぞ。池田大介は珍しく役目を光らせます。ええ、申します。あれは三つ目の三時と申すものと、 ご老人のママエ・銀之助とおっしゃる方と二人の合作でございます。二人ともここにいるのか三次はおりますが、ママエ様は山の宿のお住まいでございます。ええ。その三次を呼んでくれ。ええ。まもなく番頭は三十絡みのひょろロ長い男を連れて大助の前へ出ました。遊び人風にはそういありませんが、恐ろしく不景気な人間です。 私はソニーと申します。娘番付のことで何かご用だそうであれはお前一人の料見で答えたのか最初の思いつきはママエ様で木娘のせいぜい綺麗なところを書き出しましたママエ様は大乗り気でお道楽とは申しながらだいぶお金もお出しになりましたのでええママエという人はどこの方だ小国は九州のように伺いましたが 言葉に名前はあるだろうな。へえ、いくら変わりますか耳に立つほどじゃございません。山の宿のママエの宿まで案内してくれ。へえ。三ンは不勝不勝に支度をして、大助と一緒に出かけましたが、山の宿のママエ・銀之助の家は空っぽ。池田大助は少しの手違いでせっかくの狙いが外れ、三つ目の三ンを番屋に預けて、自分だけともかくも雷門の 大英に行きました。六。海賊の狙った最後の大物、娘番付の大関に据えられたおなみの美しさは、さすがに池田大助も目を見張りました。お鶴の清らかに上品なのに比べて、これはまた、なんという、法令な美しさでしょう。少し太り獅子で、行使が桃色真珠のように光る上、 頬の豊かさ、唇の可愛らしさ、そして目の涼しさ、誠に今咲いたボタンのようにパッと浅草中を照らすような美しさです。そのおのみを中心に、石子版作は、おかっぴきの玄太をはじめ、大英の奉公人たち大勢、物々しくも海賊の襲来に備えました。今晩は一切の客を断って、 酒と料理は警備の者のに振る舞い、ふくる夜とともに鬼が来ても取りひしぎそうな勢いです。四つ頃、十時、夕刻、池田大輔の用事で、おすき屋橋に帰った千太郎は、夏の夜の放課無に大尻場所理で、湿風のごとく飛んで戻りました。それから半時ばかりすると、今度は何の用事を思い出したか、池田大輔はにわかに籠を呼んで、 たった一人、お月きや橋の役卓に帰り、あとは酒とご馳走に一切りに賑わって、根の濃く、十二時過ぎはさすがに、広い大栄の店も、奥も、ひっそりとなってしまいました。その晩の、牛光半三時過ぎ。石子晩作はじめ、警護の命名。酔いと疲れですっかり寝込んだ頃、 大英の裏口がちから開いて、長襦袢一枚の娘がたった一人。なんか、怪しいものに誘い出されるように、ふらふらと外へ抜け出したの誰も知らずにいたのでしょう。いや、早くも気がついたのが二人、娘の後からひたひたと追い迫りましたが、雲を踏むような娘の足取りが思いのほか早いのと、行案が漆より濃く、 容易に娘の姿が見えなくなった上、一足路地を出た娘の体は何者やらにさっとさらわれて、後を追った二人の者も,も手の下しようはなかったのです。いや、どうかしたらわざと手を下さずにくせ者の仕業を見ていたのかもしれません。娘の体をさらったのは多分心へある曲げ物の手でしょう。 とっさの間に娘の体を用意のカゴに投げ込むと、カゴは宙を飛んで、さっと町の闇の中に消え込んでしまったのでした。池田富藤、石小藤。追って出たのは石小番作と、それから戦国、おすき屋橋に帰ったはずの池田大輔でした。どうしましたくすのは後からドカドカと出たのは、玄太をはじめ土地の御用聞きと、大英の店のもの。 明かりをかせ。大助はその人々から提灯を借りると、往来の上をくまなく振り照らしました。この通り、しおりは無事だ。静かに後からついてきてくれ。騒いではならんぞ。道に点て々んてんとこぼれている泡粒。大助はそれをしおりに闇の中を進みました。雷門から駒形へ、諏訪町から川岸へ出て、おやがしの渡し場へ行くと、泡粒のしおりは、はたと耐えました。 ここから船だ。夜中ながらここにもかねて用意しておいた船を出させ、しばらくは水音を頼りに漕いで行きましたが、困ったことに二三町も漕ぎくだらぬうちに先の船を見失ってしまったのです。驚き騒ぐ人々、大丈夫。川筋いっぱいに見晴らせてある。それに、あの通り。夏の短夜は池田大助らに味方しました。 次第に白わたる水の上に瞳を凝らすと何やら動くものがあるではありませんかあれを追うのだ。と、池田大介。よう、俺はこちらへ来る船だ。怪しい船は確かにこい下ったはずではないか石工板作は先導のこぐ手を止めます。水の上がしらんだのでこちらの目を欺くつもりで引っかいたに添いない。こんな時は逃げる者の身になって考えるがよい。 大助の言葉には自信が溢れます。まもなく、大川橋の下に繋いだ親船に、あやしの小舟がつくのを待って、石子万作、池田大助の早船は、一気にドッとこぎ寄せました。ご用ご用だぞバラバラとじってを振りかざして飛び込む組子の一体、海戦の中に潜んだくせ者、今はどうすることもできません。大川橋の上は、 またたくうちに朝の人ででいっぱいになり、顔もはすっかり明け渡って、船の上だけに免れる道もなかったのです。まもなく、船長にいる八人の娘はことごとく助けられ、六人のくせ者は残らず縛られました。その資料は、なんとすさまじい九州なまりで、ろれつも回らないような口を聞く大男。それを助けて、 八人の娘をさらったのは、九州浪人のママエ・銀之助をはじめ、鬼のような海賊が四人。その一味の悪者が一挙にして、数珠つなぎにされてしまったのです。事件の真相は、これは後で分かったことですが、過当な遊女や長崎あたりの不潔な茶屋女では飽き足らなくなった章の悪い悪者どもが、 江戸まで密航してきて、生水の江戸の木娘。それも、一粒寄りの美しい娘をさらい、それを幕府の手の届かぬところへ連れて行って、高い金で売り飛ばそうという、世にも恐ろしい陰謀をめぐらし、江戸の事情に通じたママエ・銀之助が、三つ目の三次に金をやって、娘番付を作らせ、その中から容易に船へ運び込める、両国。 浅草界隈の娘を専門に、門沸かしたのです。門沸かしの手段は、その頃ようやく日本にも伝わってきた催眠術を利用し、これを魔法という触れ込みで、ママへ銀之助や売木者の東西に仕込み、目指す娘を誘い出し、二人の手に負えないのは、一種異様な精神力を持った資料が後ろ盾になって、遠方から暗示を与えて誘い寄せ、 それでもうまくいかないのは、天眼痛の東西が脅かしたり、透かしたり、娘心をかき乱して、暗示を受けやすい状態に誘い入れていたのでした。この取り物の中で、たった一人、八家の東西だけは、その時陸上におったために免れましたが、創発のさがやきを手ぞりで沿って、髭を落とした上にさらに、ほくろの上赤い公薬を貼って、 ぬけぬけと大英の店の前へ様子を見に来たの。池田大輔に発見されて、苦もなく縛られてしまいました。最後にもう一つ。夜中に、おすき屋橋から放か無理の尻端を追って雷門の大英へかけてきたのは、雨屋の千太郎ではなくて、実は池田大輔の女子のおみので、それと入れ違いに、 大英から籠でお好きあば橋に帰ったのは、池田大助ではなくて、海賊に狙われているおなみが、難を避けるために男姿にやつしたのだったのです。その晩、海賊の催眠術に誘われたような顔をして、ふらふらと裏口から出たのは、言うまでもなくおみので、籠へ放り込んで駆け出される道々、かねて用意していた泡を巻いて、 池田大輔らのしおりにしたのでした。いや、ご苦労ご苦労。相手が相手だから、ずいぶん心配したよ。明る日の朝になって、何もかも一切解決して、そういう池田大輔に答えて。でも、大丈夫ということがわかっていましたから、私はちっとも怖いとは思いませんでした。そういうおみのは、おなみより、一つ年下の十八、 色こそ朝黒いが、荒園なおなみに比べて、一段と輝く美しさと上品さのある娘だったのです。その上、池田大介の知恵と力を全く信じきって、古老のアギトへも笑って飛び込む乙女の心映えの美しさは、全く何に比べべきものもありません。